に翔平、一平、運転、買い物、雑用、ゲーム相手、データ収集、キャッチボール。こき使っててくさ。年収7500万もらえるなら買い物なんていくらでも使い走ったるわ。ふさわしいだけの給料もらった気は少しもしない。そりゃあこんなこき使われて割に合わない賃金しかもらえなかったらストレス溜まって金盗むわ。でも口座を自由に使えるんだよね。ピンチの時マウンドへ矢印これ言うほど通訳以外か？別口からバレないように大谷に張り付いて監視してた説。でも全部違法賭博のためなんだよね。データ収集はしてないやろ、収集されたものを見せるだけやん。でも必要な時だけ通訳してたら暇すぎるやろ。通訳ってかマネージャーみたいな感じなのね。給料は大谷が出してたん。球団からの給料の他に大谷から小遣いもらってたん。これについてこいって言われたら、確かに生活合わせようとして金銭感覚狂うわな。お金は大して使ってないぞ。食事の準備から栄養の管理も一平がやってたってのが驚きだわ。これはプロ意識が高いというのか。好きな車に乗れるしええやん。嫌ならワイと変われや。大谷と一緒に遊べてお金までもらえる。むしろ大谷がマネージャーとしての給料上げすぎて分不相応な金持ったことで使い道なくて違法賭博にのめり込んだのかもしれん。言うほどボディガードになるか？でも我慢してれば引退後講演会やら本出版やらで一生食っていけたのにな。教科書に載る寸前やったのにご破産でかわいそう。違う理由で今後の教科書に載りそうやが。エンゼルス時代の報酬はこれか。水原氏は ESPN に対し、年間30万ドルから50万ドルの報酬を受け取っていると語った。もっと給料上げてればこんなことには。こいつはあればあるだけ使うタイプだろ。